皆さんこんにちは。レクセニコス弁理士の納富です。今日は、令和5年度の、弁理士試験合格者対談ということで、私のクラスの、一発合格者の方から中野さんに、来ていただきました。中野さんこんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、じゃあ簡単にちょっと中野さんの方から、本当に簡単にでいいので自己紹介をお願いいたします。はい、私は、今法律事務所で商標のスタッフをやっておりまして、今8年目ぐらいです。大学の頃は、はい、その弁理士の資格っていうのはご存知でした？法学部だったので、そこで存在は知りました、なるほど。法学部ということは知的財産法は何か学んだりとかしたのかしら？学んでました、授業でも学んでましたし、あとゼミも入っていました。そうなんですね、はい、じゃあもう結構その大学時代から知財に関してはよく勉強してたってことなんですね。はい、じゃあ具体的にその弁理士を目指そうかなと思ったのってもう大学の頃なんですか？その頃は全く思ってなくて、で事務所に入所してからもそんなに、うっすらといつか取れたらいいかなって、なんか取れたらかっこいいかなとは思ってたんですけど、実際にその試験受けてみようって思ったのはもう本当に一昨年とかです。今その、実務始められて8年とかっておっしゃったじゃないですか。でそこからじゃあ6年とか7年ぐらいはあまりその弁理士を目指そうと思ってなかったってことです？そうですね、ちょっとあまりにも難しそうで。そういうイメージでした。自分には無理だろうなと。それで一発ですからすごいですね。じゃあね、なんとかっていう感じです。法律事務所なんですか、特許事務所なんですか？法律事務所なんですけど、でもその特許商標の部門が、あるところです。そうなんだ。じゃあ一般民事とかそういうのも扱ってるんですか、事務所自体は？そうですね、多分弁護士さんの方がやられて、そうなんですね。ちょっとよくわからないですけど結構あれですか、中にじゃあ弁護士もいる事務所なんですね、じゃあ法律事務所ってことは。そうですね。なるほどね。そしたら訴訟とか結構そっちの方とかも今もお手伝いされたりとかしてるのかしら？それが私内外商標をやってて、なので国内のその訴訟とかっていうのはあんまり関わったことがないですね。なるほど、はい、英語がじゃあ堪能なんですね。堪能ってほどではないんですけれども、なるほど、いいですね。商標文系なのでね、この後またちょっとその文系科目ならではのちょっと皆さんが聞きたいことだろうなと思うことはちょっと聞きたいと思ってるんですけど、商標の、ね、実務ってその外国をやらないとちょっと狭いんですよね、実務の幅って。でもじゃあ外国をやろうとするとやっぱりちょっと語学の壁があったりとか、いろいろ文系ならではの難しいところもあるので、環境としてはすごい、ポテンシャルも含めてじゃあ良かったってことですね。そうかもしれないです。6年もったいないな。私だったらもう入ってすぐなんかって思っちゃうんだけど、若いからまだそんなに必要に迫られなかったのかしら。そう、何もその必要性を感じなかった。あんまり感じなかったですね。欲がないんですよね、きっとね。あんまり一発の子にはちょっと珍しいタイプかもしれないですね。あ、そうですか。一発の子はなんていうのかな、すごいこう貪欲の子が多くて、だからそういう環境に置かれたら結構すぐ始める、子が多い中で、6年7年事務所に行ってから始めるっていうのはちょっと初めて聞いたかもしれない。そしたらその頃から今は、合格されてからも実務の内容は変わってないって感じですかね？あんまり変わってないです。じゃあ事務所に通いながら勉強を始めてって感じなんですね。はい、そしたらですね、その弁理士のどんなところに魅力を感じました？その目指そうかなと思ったきっかけっていうか。そうですね、なんか自分の生活の身の回りにあるものに、なんて言うんでしょう、商標だったら何でもついてるじゃないですか、でなんか特許も
なんかいろんな自分の生活が便利になるものとかにすごく大切な役割があって、でそういうところにちょっと自分も携われたらなって思った。うん、ふとなんかそういう日々思ってたんですかね、一応その。あ、そうですね、うん、なんかその周りになんか家族だったり親戚だったりとかで、はい、その弁理士がいてっていう感じではないんですか。あ、でもないですね。もう本当に仕事の中で職場にいてっていう感じなんですね。そうですね、うん、なるほどね。今あの弁理士を目指そうとする人って中野さんタイプではなくて、なんかその全然違う業界でお仕事してて、でなんか資格取って転、まあ、転職というか転職の手段っていうのかな、うん、なんかこう転身図りたいみたいな方が多いんですよね実際。あの、はい、今もガイダンスとかをねこうやってる中で、その他業種からこの業界に入りたいみたいな方が結構多くて、まあなのでね、事務所の中でこう取ろうとする人が私の時代は多かったんだけど、今まあそういう感じではないので、一番本当は王道な感じですね。そしたらね、実務から入ってっていう、うん、そしたら、次にですね、まあ、レック以外にも、まあ、いろいろした資格を取得しようと思ったら行ける学校だったり、まあ、通信も含めてあるじゃないですか。でその中でそのレックを選んでいただいた理由っていうのはどんなところですか。そうですね、まず私は通信授業だとちょっとモチベーションの維持に不安があったので、うん、通学できるところでっていうふうに探してまして、うん、でレックは、うん、あの初学者受験の、うんうん、なんか合格者が多いみたいなのを見まして、うんうん、5人で4人とかあれですか。あ、そうそう、それです、それです。それを見て、あ、じゃあレックにしてみようかなって思いました、うんうん、なるほどね、はい、レックを選んでいただいて、でレックって、まあ、通信と通学の、まあ、まずあって、で通学の中でも結構まあ本校が何個かあるじゃないですか、はい、通学の便はどうでした。水道橋に通われる方ってその割と遠方の方もいらっしゃるんだけど、何時間ぐらいかけて通われてました。そうで1時間かからないぐらいですかね。じゃあまあまあそんな通学の便は良かったんですね、はい。お仕事もそんな感じなんですか。その職場からご自宅の間の。そうですね。1時間ぐらいです、うん。なるほどね。そしたら、まあまあ、平均的な感じですよね。うん、じゃあ、まあ、1年しかね、勉強してないから、そんなに、その、何年も勉強されてる方に比べると、苦労が少ないと思うんですけど、まあ、その1年の中でも、何に一番苦労されました。全然苦労しなかったそんなことはないですね。そうですね、なんか納富先生は結構このスケジュールをいろいろ指示してくださってたと思うんですけど、うん、それについていくっていうのが、うん、まあ、大変でした。あ、なるほどね。ちょっと今じゃあこれをお聞きになってる方のためにちょっとスケジュールを移したいと思うんですが、この合成にしようかな。うん、まあこんな感じですよね。で、まあこれ開講日から、まあ、1日1日こう1週間ごとに1枚っていう感じのスケジュールだったと思うんですけど、実際これ今ここ2から 2.5 で30から1時間っていう書き込みがあるんですが、はい、これ私が多分講義の中で言ったのをここにメモってる感じなんですよね。そうだと思います。はい、で実際どうでした、このそのかかる時間っていうのは。かかる時間は、うん、多分そのぐらいだとは思うんですけど、自分は実際そんなに時間取れてない日もあったりして、うん、そうですね、結構仕事忙しかったりとか時期によってっていう感じですね、うんうんうん、あ、事務所だとそうですよね。3月とか忙しいですよね。そうですね、うんうん、そっか。でまあこれ普通に単純に例えば2時間30分だと 2.5 じゃないですか、論文まで、はい、でまあ2時間1時間だとまあ3時間ぐらいですよね、はい、で
まあまあその忙しくないって言ったらあれだけど、まあまあ取れる時だとこれぐらいのペースでやれてたって感じですね。そうですね、うん、まあでもそこをうまくやっていくのが一番その1年の中では苦労したこと。そうですね、うん、苦労してたと思います。時間の確保っていうことなのかな。じゃあ、まあ、確保は割とできてたかなっていう気はするんですけど、うんうん、確保してこの消化をするっていうのが結構大変だ。そうですね、うんうん、あとは直前期は辛かったです、うん、まあ、まあね、そうだよね、はい、でもちゃんとこれ見るとあの指示した通りにちゃんとできてるっていうか、この辺とかちょっと見てる方にアップにしてお見せしたいんですけど、これ多分過去問なんですよね。でこれ多分この過去問の指示の中で間違ったところを書き出してるのかな。あ、そうだと思います。もう一回やりたいところを書き出してるんだよね。多分そうです ね、 そうね。でこれを金曜日までの間にもう一回やってできたものをこう潰してる感じなんですよね、うん、そうですね。で多分ねそういうあの指示を受けてこうやっていったんだと思うんですけど、それがやっぱり着々とこうルーティンワークなんだけど、それができるかできないかが実は一番やっぱり合否に影響してて、あの今年は結構通信制の合格が多かったんですね。あの中野さんの代って10何人かな、うちから一発出て、でその中の4人ぐらいは通信なんですよ確か。でその通信の子と、まあ、生の子だと大体生の子の方がやっぱり一発は多くて、で割と圧倒的な差があるっていうのが今までのパターンだったんですけど、で今年結構一発の中から通信が出たんですよね。でその子たちにやっぱりこう聞くと、やっぱここなんですよ、そのちゃんとスケジュール通りに通信の子でもできてれば全然生と遜色がないんだけど、通信だとどうしてもこう自分ペースになってしまって、うんうん、で一応こう生の人たちにはこう日付が入ってるんだけど、通信の人たちはこれを2週間遅れで使っていくので、まあ、自分で日付をこう入れてやっていくっていうのもあって、うん、まあ、好き勝手にやってると思わないんだけど、なかなか生の人たちみたいに強制的にも次のスケジュールが配られるっていう、うん、そのねこうあの追って追ってみたいなところがやっぱりないから、通信の子はなかなかそこがねうまくいかないっていうのが多いと思うんですけど、ただ通学の子もそれは生の子もそれは同じで、中野さんみたいにみんながみんなやっぱりこれができるわけではなくて、まあ、そこはやっぱり優秀な証だと思うんですよね、うん、そしたら勉強時間の確保についてちょっと聞きたいんですけど、1日の中で大体でいいので、またなんか朝取ってたとか夕方取ってたとかで、まあ例えば睡眠時間どれぐらいだったとか、そういうのって教えていただけます？はい、うん、そうですね、基本的に通勤の時間を勉強に当ててて、うん、それでまあしっかりできたら2時間ぐらいいけるんですけど、うんうんうん、でもそれとあとは家に帰ってから10時から11時半とか12時とかまでやったりっていう感じですかね。あと直前期はちょっと朝早く起きて会社行く前に1時間やってみたりとかしてました。直前期って具体的に何月ぐらいから直前期意識ですか？直前期、あのそうですよね、うん、1ヶ月前とかです。4月担当だと4月ぐらい、ゴールデンウィークぐらいからですかね。ゴールデンウィークぐらいか。でもそれぐらいなんですね、やっぱみんなね、うん、まあ割とあんまり早くからエンジンかけすぎると息切れしちゃうっていうのもありますよね。やっぱり人間だからね、やっぱこうなんだろう、傾聴が必要っていうか、うん、うん、これ今聞かれてる方って多分年明けぐらいなんですけど、こっから3月ぐらいまでの間って何時間ぐらい勉強してました？そうですね、平日は多分3時間ぐらい、うん、で
土日は、まあ、土曜日は、うん、あの講義があったので、うんうんうん、多分朝から夜夕方ぐらいまでやって、うん、で日曜日は6時間から8時間いやそんなにやってたかなっていうぐらいですかね、うんうん、あの実はね私今回の対談はあの中野さんにぜひ聞きたいことがあって中野さんにお願いしたいっていうふうに言ったんですよ、はい、弁理士科の方とかもそうだし高先生とかにもでそれは何かっていうとあの担当ゼミ受けられてたじゃないですかこのコース終わった後にちょうどこうつなげる感じのね、はいうん、で2回目とか3回目ぐらいのもうタイミングでなんか急にできるようになったなって思った時があって、はい、担当ゼミの中で、はい、なんか急に学力が伸びたなって感じることがあったんですけどそれって何かあります？きっかけ全然わからないです。自分で変えたことがあるのかそれとも意識的じゃないのか別に思い当たる節はない、全くないです。あ、そうなんだ。それはねすごい私が期待してた答えでいやなんかねその例えばコース終わってからすごい勉強量増やしたんですとかそれだったらあんまりそのなんていうのかな私が予定してたそのスケジュールの効果じゃないんですよ。うん、だけど意識的じゃなくてなんかグッと伸びるタイミングが来たんであればそれは例えばスケジュールの2週目だったりとかそのやってきたことが、まあ、いよいよ効果が出る時期がやってきただけのことっていうか、うん、まあ、うまくちょっと言えてるかわからないんだけど、なので中野さん特有のものじゃなくてその他の人にももしかしたらそれは中野さんみたいにしっかりこのスケジュールについてくれてればその時期が来れば今あんまりそのなんていうのかなこの時期ってちょっとモチベーションが低くなる時期でもあるんですね。うん、なんか年明けてでもなんかパッとしなくてみたいな。でまあ一発の人って今の時期どんな感じなんですかって聞かれることも今実は多くて、で中野さんを思い出した時になんか急になんか担当ゼミの中で私すごい伸びたなって思う時期があって、高橋先生もそう言ったことがあるんですよ。2月の終わりぐらいか多分2、3回ゼミが終わったぐらいのタイミングで言ったと思うんですよね。でもそれが自分が意識して何か変えたわけじゃないんであればなんか他の人もそれで期待できることもあるかもしれないじゃないですか、今までこうやってればね。うん、やってなくてだとちょっとまずいんだけど、だから私がちょっと期待してた答えなんでよかったなそれならそれならよかった、うん、そうよかったんですけど、だからあえてちょっとあらかじめちょっとね今多分びっくりしたと思うんだけど聞くリストの中に入ってなかったでしょ、その私がね、はい、こう聞きたいことの中で。でもねずっと中野さんにそれは聞きたかったんですよ実は。うん、なんかすごい伸びたなっていう思った時期があったんで、なんか変えたのかなんかやり始めたのか何だったんだろうなっていうのをずっと聞きたかった。じゃあ次に、Nプロシートを使ってたと思うんですけど、はい、でもうね中野さん結構優等生ばりのこの使い方でこの私が配布するのって何サイズっていうんだろう、 A4 サイズかな、多分 A4 サイズですかね。でそれをちゃんと自分が持ち歩きやすいようにこれ A5 サイズのファイルねこうちゃんとあの加工してくれてて、はい、でしかもこれ使った跡がすごいちゃんとあるんですよね、このなんか性の文字のこれ一回使ったらこれはできたって感じなのかしら、多分なんですけど、うん、短期層で出てきた問題で間違えた条文に、うん、あの印をつけるようにしてた。間違えた数なんだ。じゃあそうです、ね、できた数じゃなくて間違えた数だと、あ、出てきた数か間違えた数か、でもそうです、なんか問題を解いて、うん、その後チェックつけるようにしてたと思います。色分けは何なんだろう、
色分けは、うん、先生があの講義で A ランクとか、うんうんうん、B プラスとかおっしゃってたと思うんですけど、うん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 、それで色を分けてました。なるほどね。なるほど。黄色が A ランクなんだ。じゃあ。いや、ピンクです。え？あれ？ピンキ。17畳の2とかだって。これ A ランクじゃない？何の黄色でしょう？黄色。あ、でも こっちにピンクついてるからそうなのかな。そうです。その左端の色は。この色か。あ、そうです。それはランクで分けてて。なるほど。そしたら確かにピンクが A ランクだ。黄色は17畳の2。この黄色は何なんだろうね。自分で、これは特に。見たいっていうのにつけてたんですかね。この赤で丸を塗ってるのとかもそうなのかな。あ、これもそうですね。多分何回やってもなかなか覚えられなかったものですね。なるほどね。うん、でもちゃんとこのやっぱり N プロシートをねこう使いこなしてるっていうのが素晴らしいですよ。やっぱ一発の子みんなそうなんだけど、やっぱりこれをちゃんと使っててあのそこの差だと思うんだけど、でも結構しんどいでしょこれ使うのって。そうですね、なんか楽ではないでしょ長文の読み込みって。はい、すごい嫌ではなかったですか？最初はちょっと嫌だったんですけど、うん、諦めた。諦めました。そうですね、なんかもう先生が何回もその条文の読み込みが大事なんだっていうのをすごいおっしゃってたので、うんうん、もうしょうがないと思ってでもね、みんななかなかそこをなんか覚悟ができないんですよね。覚悟できなくて、なんとかこれを避けて合格する方法がないかって思って1回目の試験を受けるんだけど、でもやっぱり今の試験って細かいので、うん、なんかやっぱこれ必要なんだなって分かって戻ってくるみたいな、うん、パターンがやっぱり多いんですよね。だから中野さんみたいにその最初にちゃんと受け入れて覚悟できるっていう人がやっぱり早く受かる人、うん、だから早く受かる人のそのなんか典型的なものをちゃんと全部備えてますね。あ、そしたら次に、レックのカリキュラム自体はどうでした？そのいいところとか、まあ、もし悪いところっていうか、なんか改善したいことしたらいいなと思うことがあったらそれでもいいし。そうです。あの私が受けてたベーシックコースは、うん、あの入門講座でまず最初にその各法律の大事なところとか教えていただいて、でインプットしてからその論基礎と短基礎に進んでいくっていう流れだったと思うんですけど、うん、その最初にしっかりインプットできたことで、うん、なんか結構その勉強に取り組みやすかったかなと思います、うん、そうですよね。入門講座ってなんか入門って名前ついてるけどバカにできないですもん ね。5ヶ月くらいかけてやるし、はい、うん、あそこでやっぱり土台ができないと短基礎ですごい苦しむので、うん、もうおっしゃった通りだなと思うんですけどね。じゃあ、うちのクラスでの、その、まあ、講義受けてみてとか、あと、まあ、クラスの雰囲気とか、そういうのはどうでした？クラスの雰囲気、うん、そうなんか皆さんすごい真面目に受講されてるなっていう感じでした。中野さんたちの代ってすごい若い女の子が多かったイメージなんですけど、はい、まあ、うちのクラス大体女性率は高くて、うん、年齢差も結構低めだと思ってるんですね、うん、他のクラスよりか。だけど特になんか若い結構 女子っていうかそういうイメージが、ね、中野さんたちの代はあったんですけど、どうです か、 なんかお話ししたりとかそういうのありました？その受講生同士で、うん、私はあんまりなかったですかね。あ、はい、そっか。あの高橋ゼミに入ってたじゃないですか、はい、ゼミの雰囲気はどうでした？ゼミはそうですね、なんか皆さんすごい優秀そうだなっていう感じ。そうなんだです、ね、ゼミのね、はい、今年あの高橋先生が、ゼミ12回あったのかな、その点数全部とで、まあ、その上から成績を出して、でここまで一発で受かりましたっていうのを全部出してくれたんですよ、はい、理系らしくなんかデータを本当に綺麗に上から受かってて、うん、だからゼミの中でのその何ですかね、その自分の位置とかっていうのは、なんかその周りの合格者メンバー見た時にやっぱり、あ、この集団だったら受かって当然だなみたいな感じでした？自分もまあそこに入るんだろうけど、優秀そうな人が受かってました？2人
開けてみて。そうですね、ちょっとあんまり具体的に誰が道具っていうのはわからないんですけどうん、うん、そうですね、あ、やっぱりみたいな方はいたりしました。あの合格してから、あ、なんだろう、あれあります、なんかやり取りっていうか、そのあの付き合いみたいなのってあんまりないですね。あの祝賀会でお話ししたりとか。そっかそっか、はい、祝賀会でね、そうでね、 あったりとかありますもんね。そう、中野さんたちの代はまだなんかクラス会とかもなんか全体でね、あのコロナのこうあれでやめてからまだやめてる代だったので、あのクラス会とかもできてないから、なんかそのクラスの中でのその交流とかっていうのがどうなのかなっていうのはすごい気になってたんですよ、うん、同じぐらいの世代だから、まあ、本当はあったらいいなと思ってて、うん、合格者同士でなんだろう、やっぱ同期っていうか、この先ずっと付き合う人とかも多分出てくるんで、うん、なんだかんだね、うん、あの事務所の中には同じ代の受験生いました？受験されてる方はいると聞いたんですけど、うんうん、具体的にその情報交換とかそんな感じではなかった。あ、そうですね、うん、なるほどね。まあ今はそういうね、こう協力し合って受験するみたいな、そういうなんか時代じゃないみたいなんですけど、うん、私たちの時は割と、なんだろう、その同じ事務所の中とか同じ会社の中にいて、でこうね、こうなんだろう、こう情報をねやり合ったりとかあったんだけど、今の受験生の方はさっきも言ったように、こう転身図ってくる方が多いので、うん、まあみんな割とこう孤独にやってるから、クラスの中でなんかそういうのがせめてできればいいなと思ってて、で、クラス会をね、全体でやったりとかしたんですよね。で、コロナの影響でそれができなくなって、まだ今に至る感じなんですけど、まあ、あれですね、まあ、これからまた、同じクラスだったね、みたいなのが今後、うん、出てくるかもしれないですね。そしたらね。そうですね。うん。そしたら、今、内外の仕事されてるっておっしゃってましたよね。はいはい、でこれからなんか、その仕事の幅というか、なんかあります？その、こんなのもやってみたいみたいなのとか。そうですね。うん、国内のお仕事はしたいなと思ってて、うんうんうん、であといつかは外内とかもちょっとチャレンジできたらなというふうに思ってます、うん、そっか、珍しいパターンかもしれないですね。でも先に内外からっていうのは。あ、そうですね。じゃあ外国の商標法とか結構詳しいのかしら？多少は、ね、はい、ね、そうですよね。だから普通ほら国内の仕事から外国の仕事にこう広げていく、内外とか広げていくっていうパターンが多分商標の担当の人って多いと思うんですよね。でも外国から入って国内もやってみたいっていうのは、まあね、やってみられた方が私もいいと思うんだけど、ちょっと珍しいパターンで面白いですね、うん、訴訟とかそういうのも興味あります？ あります、うん、ね、法律事務所にいらっしゃるんだったらぜひ、ね、はいはい、そういうのもやられたらいいなと思いますけど。じゃあ、いろいろ聞きたいことは本当はあるんですけど、最後にちょっともう一個だけ、民法を選択されて、はい、で一発で受かられるって方は本当にすごいんですよね。で、民法をどれくらい勉強してました？その1週間でいうと時間として週何時間ぐらい民法に当ててました？民法は、うん、本当に論文が終わった後にスタートした感じです、うん、そんなじゃあ全然やってなかったぐらいですか？それまで。そうですね、ちょっと講義を、うん、1時間、2時間見たぐらいですね、うんうん、冬にちょっとだけ見たぐらい。あ、そっか、法学部だから全く素人ではなかったんですね。そうです。なので、どれくらいベースありました？その大学の時のベースは。いや、でもあんまりもう多少その言葉とかがすんなり入ってくるっていうところはあったかもしれないですけど、そんなに大きなアドバンテージがあるかって言われたらない。あ、そうなんだ。感じです。じゃあ逆にそれでも間に合うよっていう感じはしてます？それはもう法学部で私だからっていうのか、いや、なんか民法ってどれぐらい勉強するんですかってやっぱりよく聞かれるんですね、はい、
で、私は、まあ、週1回、例えば日曜日の午前中とかを民放の日にして、まあ、3月いっぱいくらいまでしか結局できないよって言ってるんですけど、そんな感じのイメージでいいですか？そう。やりすぎ？それは。どうなんですか？私は、そうですね、その時期って結構担当の勉強とかも大事な時期だと思うので、自分はその最悪選択は落ちてもいいから担当の方に注力したいなと思って、そのなので全くやってなかった。基準落ちの方が、はい、じゃあ圧倒的に多かったのね。そうですね。なるほどね。そうですか。でもその論文終わった後はやっぱり、死ぬもの狂いでやってました。死ぬもの狂いで 3週間かな、はい、やったんですよね、はい。そう、でもね、なんかその必須とやっぱりこう民法を履き違える人も多くて、なんか今の受験生もそうだし、これから勉強されようっていう方の相談もそうなんだけど、ものすごいね、民法が気になるんですよ、みんな。でも私は、いやもう最悪、中野さんが今おっしゃったように、最悪1年残してでも必須を先に受かるべきだって考えで、でも民法1年その残したからといって、じゃああと1年民法だけやって受からないと思ってないんですよ。だけど先に民法受かったって必須は長くかかる人いっぱいいるから、やっぱ必須が先に重要だと思ってるんだけど、まあ、中野さんのパターンちょっと極端かもしれないけどね、その3週間で受かるっていうのはすごいことなんで、そうちょっと運が良かったとしか言えないんですけど。いやでもすごいな。でも集中力ある方ですか？あると思います、そうだね、割り切れるというか、やろうって割とさっぱりした性格ですか？性格的にさっぱりしてると思います。見た目と違ってボイッシュなのかしら、中身は。どうなんですかね。ねえ、いやー、なかなかいい感じですね、それは。わかりました。まあ民法をね、気になっても仕方ない人にはすごく勇気になったんじゃないかなと思います、今の話。はい、じゃあ最後に、これから弁理士試験を受験する方々へ、ぜひカメラ目線でメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、試験勉強はその不安になる時がいっぱいあると思うんですけれども、その自分が頑張ってきたことを信じて、またうまくいかなくてもできるだけポジティブに考えて、そのひたむきに頑張っていただきたいなと思います。はい、今日は本当に貴重なね、お話をいろいろありがとうございました。持ってきていただいたものも本当に素晴らしくて、N プロとスケジュールと、であとあれですね、ちょっとこんな時になって見せるのもあれなんですけど条文もね、なんかちゃんと程よい書き込み、程よいなんかこうマーカーみたいな感じで、重要なところがよくわかる綺麗なね、感じで、でも結構読んでますね、この分厚さを見ると、ね、汚いですね。でもいやいや、綺麗だったらこれ受かりませんから、綺麗だったら、はい、受かる人のやっぱり条文の太さだと思うし、貴重なものをありがとうございました。じゃあ今日はね、これでまた対談は終わらせていただきたいと思いますが、またぜひね、ちょっと水道橋でイベントがあった時とか、顔見せていただければ、ありがたいです。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。